皆さんこんにちは、村島ひろです。土曜日、休日の方もたくさんいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。これからどこか出かけられますかね。こんにちは、村島ひろです。いつもありがとうございます。今日はですね、朝は広島は結構ですね、しとしと雨が降ってたんですけど、今はだんだんこう外が明るくなってきてですね、明るいですよね、なんか日差しがですね。で、そうですね、やっぱりいつも夜動画をよく撮るんですけど、ゆりかご配信とかですね、でもやっぱり昼間こういう太陽の光をこう直接入ってきて動画を撮るって、こうなんか明るい感じでいいですよねって思うんですけどね。いつも短い動画で朝皆さんに幸せとかやってるんですけどでもね、ほんとね、あれ短い動画なんですけど結構深いと自分では思ってるんですよね。短いメッセージに魂を込めて、皆さんが幸せ でもちろん私も幸せでないといけないしっていうところの自覚からやっぱりですね、スタートして今日が始まったりとか、ね、そうですよねって思いますよ。私はですね、ということで天気も良くなりますしね、広島もですね、今日はちょっと出かけるんですよ。私はお祝いがあってですね、でそれでちょっと洋服とかをまあ買ってあげようかなっていう感じで、でそうですね、やっぱり今ね、だんだん秋になって洋服屋さんもね、セレクトショップとかそういう洋服屋さんもだんだんこうやっぱり今季のね、流行も含めたそのおしゃれな洋服とかが並び始めてるじゃないですか。でそういうのを見るのも楽しいですよね。どんなのが流行ってるのかなとか、まあ私ももうおしゃれをする年でもなくなったんですけど、そうですね、私が今のおしゃれをするなら若い人にはできないおしゃれっていうか、やっぱり例えばちょっとこう髪に白髪が混じってこう、ね、グレーな感じになってきたよとか、そういった方でないと出せない味っていうのを、私は今度は今の年齢になったらそういうおしゃれを楽しみたいなというふうに思っています。やっぱりね、どう言ったらいいんでしょうね、外見っていうのは名刺みたいなものですから、まあもちろん普段会ってる方にもそうですし、初めて会った方もそうですし、パッと見てのインパクトっていうのは大事だと思うんですよね。でそこからやっぱり、あ、その帽子いいですねとか、その上着いいですねとかいう会話からいろんな会話が始まったりもしますし、あとは私が思ってる一番のおしゃれは何かっていうところなんですけど、何だと思います？一番のおしゃれ、それはその人の内面が輝いてることなんですよ。それがまずあってからの洋服とかそういった部分で、あ、その人は光ってるな、かっこいいな、美しいなとかいうふうに思うわけなんですよ。なんでしょう、一番のおしゃれは笑顔です。笑顔ですよ、キラッと輝く目の奥からもう光り輝いてるような笑顔があってこそ、その人が着てる服が映えたり、その人自身が美しいとかかっこいいとかって思うんですよ。だってね、どんなにね、どこにも着ていっても恥ずかしくない、例えばジャケットとか羽織ってもう猫背でなんかこう下を向いてて、で目がうつろうつろしてて魚の目みたいにしてたらおしゃれですかっていう話なんですよね。逆に言うと全然そのおしゃれとかしてなくても普段着で、でもその人が本当にこう
ね、未来を見据えたような笑顔を持ってて、あの周りの人も幸せにできるぐらいの輝きを持った笑顔を持ってたら、それだけでかっこいいじゃないですかって僕は思っていて、でまあ僕もね時々こう、ね、そういう限りがある時もあるので、そういう時はあの姿勢をこう自分からこう正してみたりとか、そういうことも時々あの気をつけてるんですよ。ですからね、あの僕特にあの姿勢が結構悪いんですよね。よくあの整形外科とか行って、外科とか行って、で、まあ、ちょっとこう捻挫したんですって言ったことがあったんですけど、でその時にはあのやっぱりプロですから先生方は僕、ね、あなたは姿勢が悪いねって言われたりすることがあって、結構ショックですよね、あれね、あのプロから言われると。でやっぱり僕の場合はちょっとこう背筋を伸ばすとか、ちょっと頭が前のめりの方もちょっとこうするとかいうのを割とこう気をつけてしないと姿勢は悪くなるんですよね。でも背筋をスッとするだけで、あのテーラードジャケットとかもほんと綺麗にこう背中がまっすぐになって、背筋が伸びるとかっこよく見ますよね。でかっこよく見えるとか姿勢がいいっていうのはその人の自信の表れだと思うんですよ。自信とかのいう笑顔とか、そういう言葉には出ないけど視覚的な要素っていうのは本当外面にすぐ現れて、で周りの空気とかも良くしますんでね、でその人のパワーも最大限に活かせますんで、やっぱり気持ちとか喋りだけではダメなんですよね。っていうふうに、まあ、私もそのまあ洋服とかそのおしゃれをすることの以前にどこが大事なのかっていう原点に帰ってから、でそこを押さえた上でおしゃれをしないとっていうことなので、まずはそこからですね。でうん、そこが一番大事ですね。まあもっとストイックにするとおしゃれに見せるためには、まあ、体型まで直そうかとか、もうちょっと引き締めようかとか、いろんなそこまで、まあ、そこまでしなくてもストイックすぎますよね。まあ最低限、まあ、自分の納得レベルぐらいまでいけばいいのかなとも思うんですけど、まあね、まあ男性も女性も年を重ねるとやっぱりちょっとお腹が出てきたりとか、いろいろね代謝が悪くなったりするので、そういう部分があるんですけど、でもねやっぱりこういい生活をしてるっていう方はやっぱり体型があんまり崩れないですよねっていうふうに私は思っていて、まあ、私の場合は姿勢が少し良くないのは背筋が良くないのはあるんですけど、まあ、太ることはあんまりないですね。やっぱ日々ちょっとそれなりの緊張感を持って生活をしているとか、そうですね、まああまり食べ過ぎっていうのもないですしっていう感じですかね。まあ真面目な話しちゃったけど、皆さんお元気ですか？こんにちは。こんにちは。石松ちゃん、元気ですか？福岡から見てますか？なんて、ほんとね、みなちゃんですね。みんな本当ね、一人一人が輝いて素敵な方だなって僕は思っていて、でまあ、私もですねその中の輪に入ることができてて、で今こうやって皆さんと一緒に同じ時代にこうやって過ごせることを大変有意義に感じています。そうですね、また今日もですね最近ちょっと本編とかおさむチャンネルをなかなかちょっとこうリアルタイムに聞けてはないんですけど、特におさむチャンネルの方はいつも楽しみにしていて、ちょっと昨日がまだ聞けてないんですけど、一昨日のはすぐ帰ってから聞いたんですけどねって思っていて、でもねこうちょっと聞けなくてたまったやつがあったらそれを後で聞くのがなんかこう自分に対するご褒美みたいな感じで、すごく楽しみに聞いてるんですよねっていう感じですよ、ね、それをずっとね3月4月ぐらいからずっと聞いてるんでね、もう頭の中がもうおさむちゃんから反応で化学変化が起きまくって、私ですね、そうですね、
1、2単位でちょっとずつこう化学変化って1週間経つと結構変化してるっていう感覚がずっとあるんですよ。もう今週もありましたし、で自分の意識の変化っていうのが本当顕著に現れてっていう感じでですね、まあ、その代わりですね、自分が変わるんですけど、その自分の周りがあんまりそのおさむチャンネルとか、まあ、そういうのを見てられない、普通のまあ変な言い方ですけど一般のその辺の方が、まあ、逆にこう自分とのどんどんそこ格差が出てくる、意識の差が出てくるんですよ。でその差の分をやっぱり自分がその 成長した分だけ感じてしまうので、まあ、その部分はちょっとね悩ましいなと思って、ね、世の中みんなが同じようにこう成長していったのも理想じゃないですか、ね、そしたら、どうあったらいいのかなっていうことですね。やっぱりね地域の方とか皆さん、ね、いろんな方にですねこういった思考とか考え方をねどんどんこう広めていきたいですね。まあ私もですし皆さん一人一人の手でねまずは家族からとか、まあね、同じサークルの仲間とかそういったどんどんこう広がっていって、でまあもう末端からその広げていって日本全国にやがては世界にっていうような感じで、まあ私みたいなこういう変態がたくさん出来上がっていったらいいんじゃないですかね。私もまだまだですよ。本当ね、皆さんのチャンネルとか YouTube チャンネルを見ていくと素晴らしい方たくさんいらっしゃいますよねっていうふうに思っていて、っていうふうに思っていますよ。まあね、今日も皆さんお休みなんでね、有意義にご自分の時間を過ごして家族のために愛する人のために過ごしてくださいね。はい、それでは皆さんちょっとですけどね聞いていただいてありがとうございました。はい、それでは良い一日を。 OK、 バイバイ。久しぶりの細い朝、苦いコーヒー片手に、雨上がりの錆びたテラス、ニュースペーパー落ちたエアメ、あいつと彼女はあれから仲良くニューヨーク、しばらく二人を俺は忘れて暮らしてたよ。人の幸せとは何か、より良い世の中を見つめて一人一人が前進する、幸せ部門の品質管理広島事務所、失敗を科学する村島博が提供いたしました。